ウーデゴールがマドリーを出た理由。ウーデゴールは2015年に6年契約でレアルマドリードと契約した。だがなかなか出場機会を得られず、他クラブへのレンタルを繰り返していた。2021年1月、アーセナルへレンタル移籍すると、大きく成長し、中心選手となった。8月にはアーセナルに完全移籍し、今ではキャプテンとなりチームを支えている。ウーデゴールはマドリー時代を振り返り、多くのことを学び、成長し、世界最高の選手たちと練習できたんだ。でも退団は僕にとって最善の決断だった。もっとプレーしたかったんだ。チャンスが来るのが早すぎたが、素晴らしい経験だよ。と語った。レアル・マドリードのプレッシャーというのは特別であり、アーセナルへの移籍は正解だったようだ。